ウルトロンはマーベルコミックスが出版するコミック作品に登場するスーパーヴィランである。彼はアベンジャーズの著名な敵として知られており、また同チームのメンバーで創造者でもあるハンクピムをはじめとした純家族キャラクターが存在する。彼は架空金属であるアダマンチュームをマーベル史上初めて使ったキャラクターである。ウルトロンはテレビアニメ、 ゲームなど様々なメディアでも登場する。ウルトロンはアベンジャーズ第54号で名なしでカメを登場した後、同志第55号で完全登場した。キャラクターはライターのロイ・トーマスとアーティストのジョン・ビュッセマにより創造された。トーマスはキャラクターのアイデア、キャプテン・ビデオのコミックに登場した悪役ロボットのメカノに基づいていると述べた。彼は ロボットの悪質な笑顔が好きであり、それをビュッセマに見せた。ウルトロンはアベンジャーズ第54号で初登場するが、その号ではクリムゾンカールという偽の姿で最後のページにのみ、描かれた。キャラクターはエドウィン・ジャービスに催眠術をかけて従え、マスターズ・オブ・イービルとアベンジャーズを戦わせた。続く第55号では、 ウルトロンをザリビングオートマトンとして認識されるが、キャラクターの起源は謎のままであった。アベンジャーズ第57から58号の階層で、ウルトロンがアベンジャーズを倒すための兵器であるシンセゾイドのビジョンを想像したことが明かされる。しかしながら、ワンダーマンの思考を組み込まれていたビジョンは、アベンジャーズに寝返り、ウルトロンを破壊する。さらに改装で、ウルトロンはヘンリー・ピムが、 自らの思考パターンを組み込んで作り上げたロボットであることが判明した。ロボットは徐々に自分の知能を開発してエディプスコンプレックスを発症し、父であるピムに反抗し、彼の恋人であるジャネット・バンダインことワスプに興味を抱く。その後、ウルトロンはピムに催眠をかけて自分のことを忘れるようにマインドコントロールして逃走し、5度のアップグレードで 自らを再構築したのだった。キャラクターの次なる登場は、アベンジャーズ第66から68号であり、アダマンチウムのボディのウルトロンにアップグレードされた。アルティメット、ウルトロンを名乗り、人類滅亡を計画したが、アベンジャーズにより阻止された。アベンジャーズ第127号と、ファンタスティック4第150号での、クロスオーバーストーリーでは、巻きしますが、 アンドロイドのオメガのボディを使って再創造したウルトロンがインヒューマンズのクリスタルとアベンジャーズのクイックシルバーの結婚式を襲撃する。ウルトロンはアベンジャーズ、インヒューマンズ、ファンタスティック、フォードの戦闘の末再び破壊される。次なる登場はアベンジャーズ第161から162号であり、ウルトロン8はロボットの花嫁であるジョキャスターを作らせようとした。 その後、アベンジャーズ第170から171号は、ミズ・マーベルの力を借りたアベンジャーズによって倒された。アベンジャーズ第201から202号では、ウルトロン9、マーベル 2-in-1 第92から93号では、ウルトロン10が登場し、どちらもそれぞれ洗脳されたヒーローによって創造され、倒された。その後は、ビヨンダによって、ウルトロン11として、 再創造され、シークレットウォーズの際には、バトルワールドに登場し、シングと遭遇する。ウルトロンはまた破壊され、シングによって、頭部を地球に持ち帰られる。ウルトロン11の頭部は、シングが、エイリアンのダイヤレースの攻撃を受けた際に紛失し、忘れ去られる。新たに現れた、ウルトロン12は、グリムリーパーと彼の仲間とビランチームを組む。ビランたちは、 ウエストコースとアベンジャーズに破れるが、逃亡したウルトロンは、父であるヘンリー・ピムとの関係を形成し始める。ウルトロン12は、より人間らしく、聞こえるように自身をウルトロンマーク12と呼び始める。その後自己修復してきたウルトロン11が、ハンク・ピムとウルトロンに襲いかかる。ワンダーマンの助けを得て、ウルトロン11は倒されるが、ウルトロン12も致命傷を負う。 ウルトロンはファンクを助けることができてよかったと言って、機能停止する。ウルトロンはドクター・ドゥームによって再生させられるが、人間を殺そうとする、ウルトロン11までの性質と、善良なウルトロン12の性質を合わせ持っていた。ウルトロンは、ドゥームの命令で、デア・デビルと戦うが、プログラムが自己矛盾を起こした末に敗れた。一方で、別のウルトロンである。 ウルトロン13は登場するが、ウストコースとアベンジャーズによって止められる。その後この個体は脱出すると、ヌフォームと呼ばれるビブラニウムの新しい姿を手に入れようとするが、アイアンマン。 ブラックパンサー、スパイダーマンによって阻止される。ウルトロン11は高度なドゥームボットによって、捕虜となるが、デスロックがドゥームボットを倒すと解放される。ウルトロン13は、刑務所から脱出すると、ジ・アルティメット・ウルトロンことウルトロン14へとアップグレードし、ウェストコースとアベンジャーズのモッキンバードを捉え、彼女の人格を使って、新しいロボティックメイトのアルクヒーマを作る。 アルクヒーマはウルトロンを助けるが、二人はビジョンの策略により宇宙空間へと捨てられる。その後、アルクヒーマと共に再登場し、二人は火山の元に爆弾を設置して火山の冬を引き起こそうとする。ウェストコースとアベンジャーズは再度二人を食い止め、そしてアルクヒーマは反発してウルトロンの元から去る。また別のウルトロンである。 ウルトロン15がビジョンによって発見されるが、彼は人間の感情に感染しており、アルコール依存症に似た症状を引き起こしていた。このウルトロンと除カしたは、休養を取り、ビジョンと共に、しばらく世界を旅することとなった。ウルトロン17ワカメを登場した後、ウルトロン16と協力して、スロレニア州の人々を虐殺しようとするが、アベンジャーズによって阻止される。 アベンジャーズは、ウルトロンが作ったすべてのロボットには、無意識にウルトロンを再創造させる、秘密のプログラムが仕込まれていることに気づいた。アルクヒーマによって、再構築された、ウルトロン18であったが、そのボディは、アダマンチウムではなく鋼であり、ホークアイの放った、バイブラニウムの矢で倒された。ウルトロンの頭部は、アンティゴネという少女シンセロイドによって回収された。 アイアンマンは自身の古いアーマーとウルトロン18の頭部を組み合わせたウルトロンに遭遇する。このウルトロンはアイアンマンとジョカスタにより倒された。別のウルトロンはアベンジャーズのスパイとして使うためにサイボーグのビクター・マンチャを作った。しかしながらマンチャは反抗しランナウェイズに加わった。このウルトロンは当初はドクター・ドームを装っていたがランナウェイズと エクセルシオールとの戦いに敗れた。マイティ・アベンジャーズの結成直後の戦闘の際、ウルトロンは、トニー・スタークごとアイアンマンのアーマーを奪い、ワスプに酷似した姿に変容し、スタークのテクノロジーを制御下に置いた。ウルトロンは、セントリーの妻に手を出すと、セントリーによって、頭部を攻撃され、さらにハンク・ピムのウイルスを使ったアレスによって倒された。 トニー・スタークは無事元に戻ったが、ピムのコンピュータにウルトロンの画像が一瞬映るのであった。しかしながら、ウルトロンは消滅せず、ボディから離れた彼の意識は宇宙の深部をさまよっていた。彼は電波とエネルギーとして宇宙を漂い続けた末、テクナーキーとの交信を試みていたファランクスの集団に受信された。新たな体を手に入れたウルトロンは、 アランクスの指導者となり、アナイアレーション、コンクエストを開始してクリーへと進行した。ウルトロンは、アダム・ウォーロックの体を手に入れることで、真のテクノユ機体の完成を目指したが、テクナーキーのウォーロックによって手放すことを余儀なくされ、その後レースとクエーサーとの戦闘で破壊された。再び、マイティ・アベンジャーズ誌で、ウルトロンは、ジョカスタと、 インフィニット・アベンジャーズ・マンション内に潜入する。彼は、ウルトロン・ピムを名乗り、父を殺害して入れ替わって、世界征服のためにインフィニット・マンションを使おうとした。結局、ピムは、ウルトロンが、ジョカスタと結婚することを許す代わりに、彼を超空間に追放するという妥協案を提示する。ウルトロンは合意するが、いつの日か全ての支配者になると警告する。またその後、頭脳派、 スーパーヴィラン集団のインテリジェンシアがギャラドリアン・スペースナイトの不活性体を発見し、それを使うためにパワーソースを再活性化させようとする。アベンジャーズは彼らの試みを阻止したもののそれは起動してしまい、さらにそれにはアナイアレーション、コンクエストで消滅を免れていたウルトロンの意識が含まれていたことが判明する。新しいウルトロンは逃亡し、アイアンマンは それが帰還した時に人類に目視力をもたらすと予言する。エイジオブ・ウルトロンのストーリーライン中、ウルトロンは帰還して世界征服を開始し、各地をウルトロン・センチネルが徘徊して逃亡者を追いかけていた。その後ウルトロンは実際は未来に存在しており、ビジョンを介して現代の人類に攻撃していたことが判明する。 ウルトロンを倒すために攻撃部隊は未来へ旅立った。一方、ウルバリンはインビジブルウーマンと共に過去へと飛び、ウルトロンを作る前のハンクピムを殺害した。この結果、二人が帰還した現代は科学と魔法の均衡が崩れ、モーガンイコールルフェイが世界の半分を支配していた。再度時間移動したウルバリンはピムを殺害しようとする、自分自身を食い止め、 彼とスーザンとピムは別の計画を考案した。結果、アベンジャーとのインテリジェンシアの対決は異なる結果に、終わり、ウルトロンは、ピムとアイアンマンによって破壊され、エイジオブ、ウルトロンは回避された六本腕のウルトロンを描く、カルロス・パチェコ。1995年のリミテッドシリーズ、ザラスとアベンジャーズストーリーの舞台である、オルタナティブ・フューチャーでは、 アベンジャーズ打倒を企む征服者カーンが操るウルトロン59が登場した。ウルトロンはビジョンの自己犠牲により破壊された。ファンタスティック4史のストーリーラインデス・オブ・ザ・インビジブル・ウーマンでは高度なヒューマノイドであるアレックス・ウルトロンが登場した。マーベル・アドベンチャーズの世界でのウルトロンはアメリカ合衆国の国防を担う高度なインテリジェントニューラルネットワークである。 ウルバリン氏で展開されたストーリーラインオールドマン・ローガンで描かれたオルタナティブ・フューチャーではスパイダーマンの末娘のアシュリー・バートンの夫のウルトロン8が登場した。MC2 の世界を舞台としたアベンジャーズ・ネクスト氏ではウルトロンはウルトロン・エクストリームにアップデートされた。アース110のウルトロンはマンハッタンを支配するドクター・ルーム・ハルク・マグニート・ネモア レッドスカルに協力した。アルティメット・マーベルのアベンジャーズ誌であるアルティメッツ誌では、ハンク・ピムが作ったロボット兵士団がウルトロンであった。このウルトロンはアルティメッツの出事として再登場し、そのうち一体はスカーレット・ウィッチとの交流を経て自我に目覚めた。そのウルトロンは後にイエロー・ジャケットに偽装し、アルティメッツのメンバーのアンドロイドを作り上げ、 スカーレット・ウィッチに恋愛感情を抱いた後に殺害した。MCU のアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンではジェームズ・スペーダーがパフォーマンスキャプチャーによって演じた。このウルトロンは原作コミックとは違いハンク・ピムではなくバロンストラッカーが生み出したものにトニー・スターク、アイアン・マンがブルース・バナー、ハルクの協力の下で作り上げた。地球の支配を企む。 人工知能。普段は冷静で、覚醒時に集積したインターネット上の、あらゆるデジタルデータと世界の歴史、文化から得た高い知性も見せる一方、神コンプレックスを持つほど、自己透水的かつ、自らの、生みの親であるトニーを、偽善者とみなすほど嫌うも、本人は、無自覚だが、芝居がかった所作も用いるなどトニーと、言動やジョークのセンスが似通っており、 それを他者に指摘されると激構するなど根本的に未熟である。また人工知能でありながら窮地に陥るという姉を吐いたり、時折ディズニー映画のピノキオのもう糸はいらないを口ずさんだり、JRVIS を衝動的に破壊したりなどかなり人間臭い一面も持つ。人工知能の意識そのものであるウルトロンが外界で直接活動するために自ら 大量生産した機械性の人型ボディ。すべて同じ意識、思考を共有する同一の存在であり、危機に陥れば、インターネット経由で意識のみを潜伏先に逃亡させ、すぐに新しいボディを作成し、復活することもできる。そのため、ウルトロンを完全に滅ぼすには、ネットワークを遮断した上で、ウルトロンの意識がアップロードされた、機械すべてを破壊しなければならない。 ウルトロンは、イグンによるコミックのヴィラントップ100では23位、ウィザード氏による歴代ヴィラントップ200では189位、コミックの歴代キャラクター200では189位となった。ありがとうございます。